では第3章の最後の節になります。第3節、物流センター管理、物流センターについて見ていきたいと思います。先ほどから物流拠点という言葉は何度も出てきています。物流拠点イコール物流センターと思っていただいて結構です。まず1番、物流センター機能設計のところに物流センターの分類というのが括弧1番にあります。こちらは試験でもよく出ますので、しっかりと言葉を覚えておくようにしておきましょう。はい、丸1番、機能による分類の DC、 そして TC、 そして最後は PC というものです。 DC というのは何かというと、ディストリビューションセンターの略になりまして、在庫型の物流センターとも言われます。 DC、 ディストリビューションセンターは在庫型の物流センター。在庫型という名前の通り、在庫としてその物流センターに商品を保管しておくような物流センター、これが DC ですね。商品を物流センターに保管しておりますので、もし注文があれば、そこに商品があればですね、すぐにそこから商品を取り出して、そして配送することができるというメリットがありますね。ですので、保管、長く保管することができるような商品というのは、この在庫型の物流センター DC で保管しております。はい、よろしいでしょうか。では次、 TC、 トランスファーセンターは何かというと、これは通貨型の物流センターと言われています。通貨型物流センターです。これは在庫を基本的に保有しない物流センターですけれども、そこには基本的に在庫として保管しないような物流センターです。複数のサプライヤーの商品を受け入れて、すぐに納入先ごとに仕分けをして、一括に配送をしていくような形。先ほどクロスドッキングのところで見ましたけど、まさにクロスドッキングをするような物流センター、これはこの TC、 トランスファーセンターに該当しますね。はい、そして PC、 プロセスセンターですけども、こちらは商品が流通加工を経て店舗に配送される時の加工処理センターのことになります。スーパーマーケットなどの生鮮食品と書いてますけども、流通加工というのは何かというと、例えばちょっと生鮮食品ね、お魚とか切るとか野菜とかもですね、お肉とかも少し加工するような場所、これがプロセスセンターになりますね。ですので、これは物流センターか加工処理センターか、ちょっと分類が微妙なところにはなります。ですので、物流センターの分類としては、DC 在庫型と TC 通貨型の2つに分けることができるという内容でも正しい内容になります。逆に物流センターの分類として3つあって、 DC、TC、PC の3つがあると言われても、そこは正しい内容で、この PC は物流センターに入れるかどうか微妙なところになりますので、どちらでも対応できるように、こちらは曖昧なところ、かなりグレーなところに位置しているというふうに認識をしておいてください。はい、この DC、TC、PC、 必ずここはしっかりと覚えるようにしてください。よろしいでしょうか。はい、では次、括弧2番、一括物流のところですけども、こちらに括弧2番、一括物流の丸2番のところに一括物流センターという言葉があります。そして次の括弧3番、チェーン小売業の専用物流センターという言葉が出てきますけども、基本的にこれらは同じ言葉の意味をしていると思っておいてください。本試験の中でいろんな言葉として使われます。物流センター、あと一括物流センター、チェーン小売業の専用物流センター、このあたりは同じような意味で使われることがありますので、特に一括物流センターとチェーン小売業の専用物流センター、これはやってることは基本的に同じだと思っていただいて結構です。はい、では内容については括弧3番、チェーン小売業の専用物流センターのところをご覧いただければと思いましたけれども、こちら2行目の最後から見てください。2行目の最後、ノウハウやのところです。小売業の専用物流センターですけれども、ノウハウやコスト面から小売業が自ら運営することは少なくて、卸売業者や 3PL と言いますけど、これは後でまたすぐに出てきます。3PL によって運営されることが多いということで、小売業の物流センターと書いてても、実際に運営しているのは卸売業者、もしくは 3PL というもの、実際に小売業自身が運営していることは少ないということで覚えておいてください。
はい、そして次の文章を見てください。専用物流センターの在庫は形式上供給業者の在庫とされます。形式上ですね。小売業が納品されたので実際小売業のものになっているものももちろん多くあるんですけども、形式上供給業者の在庫とされ、供給業者から物流センター利用料を徴収することが一般的になります。この物流センター利用料のことをセンターフィーと言いますので、このセンターフィーという言葉もよく試験に出ますので、しっかりとセンターフィーどういう意味か覚えておくようにしておいてください。はい、このセンターフィーを徴収するのが小売業の一部の小売業にとってはある意味儲けの一つの柱にしているようなところ、これを目的にこれを使って儲けようとしているような小売業があるんですけども、これはあくまで利用料としてもらっているものですので、このあたりあまりもらいすぎると、次の文章に書いてます通り公正取引委員会からですね、ちょっとこれはやりすぎだということで注意を受けることがあるということですね。はい、そして最後の文章も見てください。最後の段落のところですね。物流センターを利用した取引ではのところです。物流センターを利用した取引では商品の所有権の移転経路が製造業、卸売業、小売業である場合でも、流通物流経路は卸売業を経由させないことが可能になっております。ですので実際のお金の伝票上の流れと実際の物の流れが異なることがあるということで、製造業が卸売業を通さずに製造業が直接この小売の物流センターに納品するという形になっていることもあるということですね。はい、特にこの卸売業を通さずに納品することもあるということであったり、あとはセンターフィーを徴収しているというところであったり、あとは小売業の物流センターであっても小売業自身ではなくて卸売業者とか他の業者が運営していることが多いということは覚えておいてください。はい、そして先ほど出てきました 3PL ですけども、これは何の略かというと、括弧4番サードパーティーロジスティクスの略になります。サードパーティーロジスティクスはどういうことかというと、1行目を見てください。単に物流の基本機能を代行するのではなくて、代行業者、単なる代行業者だけではなくて、ロジスティクスを一括で請け負う業態のことになります。はい、3PL はシステムの構築だけではなく、物流拠点ネットワークの設計とか情報管理を含めた物流機能全般およびロジスティクスを一括で代行するようになってきましたということで、単に業務をこういう業務をやってくださいということで請け負うのではなくて、もうこの物流業務ロジスティクスというのをこうやればもっと効率的にできますよ、効果の高いものにできますよという形で専門業者のような形ですね。ですので先ほど見た通り、小売業というのは基本的にノウハウがここのあたりありませんので、こういう専門業者に受けをお願いすることによって物流業務非常にコストを比較的自分たちでやるよりもコストを低く抑えて、それよりも高度なサービスを提供するという形で行っていることが多くあります。はい、そしてこのサードパーティーロジスティックスですけども、最後の段落のところ文章を見てください。 3PL には保管施設やという書いているところですね。 3PL には保管施設や輸送手段の物流資産を保有して自ら業務を行うアセット型というもの、と資産を物流資産を持たずにマネジメントのみを行うノンアセット型というのがあります。アセット型とノンアセット型というのがあります。はい、アセット型というのは例えば倉庫業者とかですね、運送業者というのが行うことが多いですけども、ノンアセット型というのはこちらテキストにも書いている通り、総合商社、IT 企業、あとコンサルティング企業ですね、これはノウハウ自体を提供するという形、ノンアセット型という 3PL も存在する。このアセット型、ノンアセット型、ここもよく試験で問われるところですので、こちらも違いをしっかりとですね、押さえておいていただければと思います。はい、このあたり内容は比較的少ないですけれども、すべての内容をよく本試験で問われることですので、こちらに書かれている用語はしっかりと覚えるようにしておいてください。よろしいでしょうか。それではホワイトボード切り替えて、また次のテーマに移っていきたいと思います。こちらご確認ください。よろしくお願いします。
では続いて2番物流センター運営を見ていきたいと思います。まず括弧1番物流センターの基本業務ですけども、こちらは知らない言葉があればこのあたり前提となる知識になりますので、その辺は押さえておくようにしておいてください。マルチ版の入庫とか2番の格納とか3番の保管は大丈夫だと思います。丸4番のピッキングという言葉ですけども、これは出荷指示書に合わせて保管場所から商品、在庫商品を集める作業、保管されているところから注文があった商品を取り出す作業、これがピッキングになりますね。そして丸5番流通加工、これは先ほどプロセスセンターのところでも流通加工という言葉が出てきましたけども、センター内で商品を加工する、商品をカットするとかいう形の加工ですね、加工するのが流通加工と言います。そして6番仕分け、7番出荷検品はいいと思います。8番スタッキングですけども、こちらは荷積み、荷物を積み込むことをスタッキングと言います。9番の配送もよろしいですね。ピッキング、流通加工、スタッキングあたりの言葉は知らない方も多いと思いますので、このあたりは確認をして覚えるようにしておいてください。そして試験対策として重要なのは括弧2番の内容です。大きくはロケーション管理の丸1番と丸2番ピッキングのポイント、この2つの内容になっております。まずロケーション管理ですけども、 A の固定ロケーションと B のフリーロケーション、この違いがありますので、この違いは押さえておきましょう。固定ロケーションというのは、名前が固定という言葉がついていますので、商品と保管場所の関係を固定して管理する手法のことになります。ホワイトボードの方の真ん中に、これは倉庫を上から見たようなイメージで書いておきましたけども、出入り口がここにあって商品を在庫として置いております。 A という商品、 B という商品、 C という商品という形でそれぞれ在庫を今置いているとしましょう。固定ロケーションというのは、例えば A という商品が注文があって、ここが配送してこの場所がなくなったとしましょう。そして次仕入れて、商品を仕入れて C という商品、 C という商品が新たに仕入れて入ってきたとします。でこの A の場所、元 A があった場所というのは今空いているんですけども、固定ロケーションというのはどの場所に置くかというのを決めているわけですから、 C という商品が新たに入ってきたらとしても、この空いている場所には置かずに、 C ならこの場所に、混雑していてもここに置くというのが固定ロケーションの考え方ですね。よろしいでしょうか。はい。ですので保管場所が決まっているから、従業員のピッキング作業の効率が向上をします。ピッキングはよろしいですね。実際に商品を取り出す作業というのは、 A という商品であればここに行けば必ずあるというのが固定ロケーションは決まっておりますので、ピッキングする人からすると探しやすいメリットがありますね。はい。ただし一方、自由に保管場所が変更できないことから柔軟性に乏しく、商品を格納しないスペースが発生するなど、保管効率は低下するのは今先ほど説明した通りです。 A という商品がなくなってここにスペースがあったとしても、他の商品はここに置かない、つまりここはスペースとして空いてしまっている状態で、逆の他のところでは非常に混んでいる、非常にいっぱいになっている状態になりうるのが固定ロケーションです。そして B のフリーロケーション、これはフリーに置くという名前の通りです。商品と保管場所の関係を固定せずに管理する方法になります。ですので先ほどのケースのように、 A の商品が出荷してなくなってこの場所が空いていて、次に別の商品、C にしましょう、 C の商品が入ってきたとしたら、この空いている場所にまた C の商品を置いていく。そして D、 ここがなくなって D の商品が出荷されて、次に仕入れた F という商品が入ってきたらば、空いているここに置いていく、こんなイメージがフリーロケーションになります。空いているスペースに置いていくというところですね。はい。保管場所を自由に設定できることから、一時的な出荷ゾーンにも対応できるほか、
作業者が任意で空いているスペースを選択できるため保管効率は向上しますね。空いているスペースを埋めていくということで保管効率は向上する。つまり空いているスペースというのは基本的に少ないということですね。一方、誰でも保管場所が分かるように入荷の都度登録管理を実施する必要があるほか、同じ商品が複数の場所で保管されることでピッキングに手間がかかるというのはありますね。あるときは A という商品はここに置いてたのに、次ピッキングしようと思ったらここに A の商品はなくて別の場所に行っているということは起こり得ますので、ピッキングする人からすると固定ロケーションの方がピッキングはしやすいということになりますので、まとめると固定ロケーション、丸 P と書いているのはピッキングのことです。ピッキングの作業効率があるのは固定ロケーションですね。必ずそこに行けば探している商品がありますので、ピッキングは固定ロケーションの方がしやすい。フリーロケーションは逆にピッキングは都度どこに場所があるか変わりますので、ピッキング作業効率は下がるということになります。保管効率の観点でいくと、固定ロケーションは空きスペースが生まれやすいですので保管効率と、場所を有効に活用できてないという意味で保管効率はフリーロケーションに比べると下がりますね。フリーロケーションは空いているスペースを有効に活用していくということですので保管効率は上がるということ。このピッキング作業効率と保管効率の関係を固定ロケーション、フリーロケーション、しっかりと覚えるようにしてください。よろしいでしょうか。では次、丸2番、ピッキングのポイントです。ピッキングの種類も大きくは2つありまして、 A シングルピッキングというものと B バッチピッキングの2つをまず覚えてください。シングルピッキング、バッチピッキング。そしてシングルピッキングというのはオーダーピッキングと言われることがあったり、あと摘み取り型のピッキングと言われることがあります。どの言葉が出ても同じ内容になりますので、これは3つ合わせて覚えておくようにしておきましょう。シングルピッキングというのは何かというと、シングルピッキングの赤字のところを見てください。出荷指示のあった品物を出荷先別もしくは伝票別に順番に在庫の格納場所を回り集品する積み取り型のピッキング方式になります。一般的に取り扱いアイテムが多い場合に適しているということです。シングルピッキングというのは、例えば A という小売業から注文があったとしましょう。で、非常に品目が多い、多くの量を発送するということで注文が多いですので、まずこの A という小売業の注文だけの商品を C、 この C から何個取り出す、 B から何個取り出す、 F から何個取り出すというような形で小売業ごとに必要な量を取り出して、そして出荷していく、これがシングルピッキングですね。それに対して B のバッチピッキングというのは何かというと、バッチピッキングとは出荷する物量をまず一度に集品をする、次に出荷別に仕分けをする種まき型のピッキング方式です。バッチピッキングというのはトータルピッキングとか種まき型のピッキングということもありますので、こちらもシングルピッキングの3つありますけども、バッチピッキングも3つありますので合わせて覚えるようにしてください。バッチピッキングは A という小売業、B という小売業、C という小売業が注文があったとします。それを A 社、B 社、A の小売業、B の小売業、C の小売業、別々にピッキングするのではなくて、ピッキング効率を高めるためにはまとめて A、B、C の小売業の注文の数分、まず商品を取り出すということですね。B なら、A なら、A の注文が1個、B の注文が3個、C の注文が5個あったとしたら、トータルの数をここからピッキングしていくということです。そしてそれぞれの商品、注文をもらっている商品をピッキング取り出して、そして取り出した後に A、B、C という小売先別に仕分けをしていくという形です。まずは必要な量だけピッキングするのがバッチピッキングで、注文ごとに取り出していくのがシングルピッキング、この違いになります。そして C の品種別、オーダー別、複合ピッキングというのがありますけれども、これはシングルピッキングとバッチピッキングの間のような意味合いです。受注を一
定受注先ごとに集約する、そういう意味ではここはバッチピッキングですね。 A 社 B 社 C 社があればそれをまとめてピッキングをします。ただし取り出すのは品種単位にまとめてピッキングするということ。これどういうことかというと、 B という商品を必要な分取り出す、 F という商品を必要な分取り出すというのはバッチピッキングです。こちらの品種別オーダー別複合ピッキングというのは、まず B の必要な量だけ取り出す、そして取り出したらすぐに A 社 B 社 C 社のような形で店舗別小売業別に仕分けを B の商品だけまずします。そして次に例えば F の商品が必要であれば F の商品の必要な量だけピッキングをする、そしてピッキングしたらすぐに A 社 B 社 C 社に仕分けをするという形で、アイテムごと品種ごとにトータルの数を取り出して、そしてすぐに店舗別に仕分けをするというのがこの品種別オーダー別複合ピッキング、シングルピッキングとバッチピッキングの間に位置するということになります。試験ではそれほど問われることは少ないですので、ピッキングの種類というとまず覚えるべきはシングルピッキング、バッチピッキング、そしてこの別の言い方もしっかりと押さえるようにして、内容についてはしっかりと覚えるようにしておいてください。はい、では次の括弧3番物流 ABC についてはまたホワイトボードを切り替えて説明していきますので、まずはこちらの方をご確認をください。よろしくお願いします。では括弧3番物流 ABC を見ていきたいと思います。この物流 ABC も非常に取材実績の高い内容になっておりまして、物流 ABC の内容をしっかり理解するというのはもちろんのこと、出題形式が単なる整合問題だけではなくて計算問題が出題されることもありますので、試験対策としてはそういう計算問題に対応できるような訓練も必要になってきます。後で例題も出てますので、これを一緒に見ていきたいと思います。まずは物流 ABC の内容について確認をしておきたいと思いますが、テキスト括弧3番物流 ABC の1行目を見てください。 ABC はアクティビティベースドコスティングの略で、活動基準原価計算と訳されます。活動アクティビティごとにコストを収集し、活動ごとの原価を計算する原価計算の手法になります。つまり物流に関する活動の原価計算、これが物流 ABC ということですね。そして今活動という言葉を使いましたけれども、括弧にアクティビティと書いております。本試験では活動という言葉を使わずにアクティビティはみたいな言い方を当然のようにしますので、アクティビティイコール活動、活動ってどういうことかというと実際の作業のことですね。作業のことをアクティビティをというというふうに理解をしておいてください。そして丸1番物流 ABC の基本公式とありますけれども、この物流に関するコストというのはどういうものがあるかというと、一番大きいのは当然人件費になります。人件費、あと消耗品経費、これは作業するときに使うテープとかですね、そういうものは消耗品経費、あと機械を使う場合は機械設備費というのがコストとして挙げられます。実際にこのアクティビティ活動はどういう内容かというと、こちらアクティビティの例という図表がありますので、こちらを見てください。物流に関するアクティビティ活動として入荷というのも一つの作業ですし、アクティビティですし、入荷検品、この入荷検品というアクティビティもさらに細かく分けて、ケース品の入荷検品とか、ピース品の入荷検品とか、大物の入荷検品とかいうように細かく分けていきます。そしてこのアクティビティに関連する言葉として覚えていただきたいのは、ホワイトボードを書いてますけども、アクティビティ原価とアクティビティ単価っていうのは、これはよく使われます。言葉として原価と単価、この違い財務会計しっかり学習されている方はすぐに分かると思いますけども、アクティビティ原価となるとトータルのコストになりますね。全体のコストをアクティビティ原価と呼びます。アクティビティ単価、単価になると1作業あたり
よく物流 ABC では1作業とあまり言わずに1処理あたりと言います。1処理あたりのコスト、1処理あたりのコストがアクティビティ単価ですね。単価です。このアクティビティの例の下に図表が出てますけども、以下の数値のアクティビティ単価を算出するにはどうすればいいかというと、この図表を見てどの数値を使えばいいでしょうか。出ている数値としてはピースピッキングのアクティビティのアクティビティ原価が15万円になってますね。そして月間処理量として5000ピースあります。そして人件費が12万5000円、機械設備費2万円、資材消耗品費5000円と数値がたくさん出ておりますけども、このアクティビティのコストというのは人件費であったり消耗品経費であったり機械設備費になりますので、こちら数値を見ていただくと人件費、機械設備費、資材消耗品費、これを足していただくと一番左のアクティビティ原価と同じ数字になると思います。つまりアクティビティ原価というのは当然全体のコスト、トータルのコストになりますので、それぞれ人件費などはその内訳を書いているに過ぎません。よろしいでしょうか。ではアクティビティ単価というのは全体のコストにおける割る1処理、処理数になりますので、1処理あたりのコストを算出するなら単純にアクティビティ原価15万円割る月間処理量5000ピースをしてあげれば算出することができます。はい、このように本試験ではダミーとなるような数字も出題されて、人件費、機械設備、消耗品経費、こういうものはアクティビティの内訳であって、これはトータルの原価はアクティビティ原価というと、このあたりの知識、言葉の意味を知ってないと出された数字に人に迷わされることになりますので、この辺注意が必要になります。はい、分かれば非常に単純な計算で回答できる内容ですね。15万円割る5000で30円、1ピースあたり、1処理あたり30円というのはアクティビティ単価になります。よろしいでしょうか。では次は下の例題、物流 ABC と書いている内容を一緒に見ていきたいと思います。これは少し複雑な内容になっています。物流センターのコスト削減を目的にしたアクティビティごとの作業時間分析を行い、次の表を作成しましたということで、アクティビティが5つ書かれております。そして出されている数値は標準作業時間、標準作業時間というのはよろしいでしょうか。これも財務会計で学習する分野ですけれども、標準作業ですので基本的にはこの数値、今回の場合は秒数ですけれども、この秒数で作業をするのが基本だという数値ですね。これが載っている。そして右側に1処理あたりの作業時間、これは実際にかかった作業時間ですね。1処理あたりの作業時間が実際にかかった作業時間、そして月間の作業時間、そして月間の処理量として書いてます。そして最後に人件費、時間あたりの人件費が書いております。そして求めたいものは、上記で削減余地が最も大きいアクティビティは何かというところですね。少し話がそれますけども、何か改善をしていく時というのは、問題を全てを一度に取り組んでいくということももちろんありますけども、基本的にはできるところからやるとか、効果の高いものからやっていくという感じで、一気に全てをやるのではなくて、基準としてはすぐに改善できるものがどういうものがあるか、もしくは改善すれば効果の高いものはどこなのかという形でをまず見極めて、それを優先的に行っていくというのは基本的な流れになりますね。今回は最も削減余地が大きいアクティビティはどれかを求めるということは、これを改善すると一番効果が高いものはどれかというのを問うているということになります。そして実際に削減余地が最も大きいというのをどうやって判断すればいいかというと、今回の与えられた数値を見ていただくと、標準作業時間と比較して実際にかかった時間、1処理あたりの作業時間ですね、これが全てのアクティビティ、
標準作業時間よりもかかっているのがわかると思います。フォークリフト格納であれば標準作業時間10秒に対して実際の1処理あたりの作業時間は12秒、2秒余計にかかっている。ケースピッキングであれば標準作業時間15秒に対して実際の作業時間は18秒と3秒余計にかかっているということです。削減余地が大きいということは基本的にこの標準作業時間で作業をしていきましょうということですので、実際にかかったこの作業時間、これを標準時間で行うことによってどれだけ時間ではなくて最終的にはコストですね、金額的にコストを削減することができるかを求める必要があります。つまり最終的な数字として何を求めたいかというと、標準作業時間で作業した場合人件費としてどれだけ低くなるかということですね。よろしいでしょうか。実際にかかって余計に今作業時間がかかってますので、標準作業時間でまず作業時間を短くしましょうというところです。そして削減余地が大きいということですので、単に作業時間を出すのではなくてその作業時間をもとに人件費を算出するということで、人件費の差を算出するということになります。はい、具体的にはどうやって計算していくかというと、まずは実際に標準作業時間よりどれだけ余計にかかってしまったのかというのを見ていく必要があります。標準作業時間と実際の作業時間の差を見ていく。これ計算としては単純ですね。1処理あたりの作業時間と標準作業時間、この差を見ていけばいい、単純に引き算をすればいいということですね。次の図表にその計算が載っておりますので、フォークリフトを書くのであれば標準作業時間10秒、1処理あたりの作業時間は12秒ですので、12-10で1処理作業時間の差というのは2秒になりますね。同じような形で実際の作業時間から標準作業時間を引いてあげればそれぞれ差が出てくる、削減すべき1処理あたりの時間というのが秒数が出てくるということです。はい、これは1処理あたりの秒数になりますので、トータルの時間を削減余地を考えるのであれば1処理あたりではなくてここにトータルの処理数をかける必要がありますね。はい、トータルの作業時間の差を見るなら今は1処理あたりですので実際の処理の数をかけてあげればいいわけです。月間の処理量というのは先の表に出てますので、計算した1処理あたりの作業時間の差、これに月間の処理数をかけてあげれば月間の処理の時間の差が出てくるということです。ここまでよろしいでしょうか。少し難しいですけども、今1処理あたりの改善できる作業時間の差を出しました。ここに処理数量をかけることによってトータルの削減できる時間の差が出てくるということです。はい、そしてこの月間の処理の時間の差は今秒数で出されておりますね。標準作業時間、1処理あたり作業時間の単位は今秒数です。それに対して最終的にコストを出したい人件費、人件費は1時間あたりですので単位を統一する必要がありますね。秒数と1時間あたりでは単位が違いますので単位をまず統一しましょうということです。で、どうやって単位を統一するかというと、単純に1時間は3600秒ですから、この月間処理の時間差に3600を割ってあげれば、3600で割ってあげれば1時間の単位で算出することができますね。よろしいでしょうか。月間の処理のトータルの作業時間の差、今秒数ですので時間に単位を変換するということは3600秒で割ってあげるということです。そうするとフォークリフト格納は25時間、ケースピッキングは30時間という時間が出てきて、ここに人件費をかけてあげれば金額コストが出すことができます。ここまでよろしいでしょうかね。それをかけると
月間人件費の差という最後の表の一番右の数字が出てきます。これが削減余地があるコストになりますね。実際に標準作業時間で作業するとこれだけの人件費コストを削減することができるということになります。ですので削減余地が最も大きいのはこの数値が最も大きいフォークリフト格納ということになりますね。少し難しい、非常に難しい問題ですけれども、このような問題が実際本試験で出題されたことがありますので、こちらの内容をしっかりとですねご自身で計算のステップをですね踏んでいただければと思います。はい、計算自体は単純な掛け算や割り算ですのでそれほど難しいことはないんですけれども、どういうステップでやるかというのは最初は慣れてないと難しいかもしれませんが、何回かこれを見ていただくとですね分かってくると思います。また今回の例題のように必ずしもこの消耗品経費とか機械設備費の数値が出されているわけでもありません。今回は人件費しかありませんので、人件費しか数字がなければこの人件費だけのコストを考えるというのが基本的な計算の仕方になりますので、その点はご留意ください。はい、この例題についてですね、繰り返しご自身でも繰り返し見ていただければと思います。よろしいでしょうか。ではあと第3章の内容もう少しですけれども、ホワイトボードを切り替えますので、こちらの方はまずご確認いただいてホワイトボードを写してください。よろしくお願いします。では括弧4番レイバースケジューリングプログラムを見ていきたいと思います。レイバースケジューリングプログラムを略してアルファベットで LSP ということもあります。 LSP どういうことかというと、1行目見てください。誰が何時から何時までどの作業をどの程度行うかを決める計画のこと、つまり作業割当計画のこと、作業割当計画と表現されます。レイバースケジューリングプログラムとは従業員の作業の割り当てを計画すること、これが LSP になります。はい、次の文章を見てください。経験や勘ではなく科学的データに基づいた作業の割り当てを行うことによって次の指標重要です。従業員一人の時間あたりあら利益の向上を図る手法になります。この従業員一人の時間あたりあら利益を人事生産性と言います。人事生産性、これは従業員一人の時間あたりですので、総労働時間分の粗利益で計算することができます。総労働時間というのは全ての従業員の働いた時間の合計ですね。これが総労働時間分の粗利益です。ですのでレイバースケジューリングプログラムというこの人事生産性を高めていくこと、適切な作業割り当てを行うことによって総労働時間、適切な総労働時間を設定する。もちろん少なすぎると人が足りなくなってサービスが良くなくてお客さんの不満足につながってしまいますので、こちらも在庫と同じような感じで適切な作業割り当てが必要になります。多すぎると逆に人が余ってしまって総労働時間が多くなってしまいますね。そうするとこの当然人事生産性は低くなってしまいます。はい、そしてこの人事生産性を高めていくにはどうするかというと、これはもう計算見ていただいた通りですね。赤色に書いてますけども、粗利益を高めていくかどうか、もしくは総労働時間、これを削減していくか、どちらかになります。ただし粗利益というのは例えばその業務の部門だけでできることっていうのはかなり限られたりしますので、基本的にはこの総労働時間が過剰になってないか、これをチェックしていくとかことがレイバースケジューリングプログラムの基本的な作業、確認作業になります。そしてこれは科学的データに基づいて行うということですので、まずは具体的にどういう作業が必要なのか、そしてその作業というのはどれくらい時間がかかるのか、つまり標準作業を設定していく、標準時間を設定していく、こういうことが基本になります。それをもとに必要な人員を割り当てていくということになりますね。繰り返しになりますけども、必ずしも
削減することがいいこととは限りません。これが顧客不満足につながってしまうと大きな売上の削減に、売上の減少につながってしまいますので、あくまで適切な総労働時間、適切な人員を配置するというところがポイントになりますので、削減だけを考えすぎるとそれは問題になってしまうということもご注意をいただきたいと思います。そして括弧5番に WMS という言葉が出ております。こちらは一度本試験で出題されたことがありまして、倉庫管理のシステムのことを WMS、 ウェアハウスマネジメントシステムの略になりますけども、こちらは一度だけ出題されて、今後出題されるかちょっとわからないところなので、ここは余力があれば WMS、 ウェアハウスというのは倉庫ですので、倉庫管理システムのことだということだけご理解いただければと思います。ここまでよろしいでしょうか。それでは第3章の内容すべて見てきましたので、また第3章の最後に必須テーマ丸バッチェックと、そしてまた第4部の過去問をいくつかピックアップして一緒に見ていきたいと思います。まずはこちらご確認ください。よろしくお願いします。では第3章の最後に必須テーマ丸バッチェックを一緒に見ていきたいと思います。こちらは皆さんがもうすでにこちらの問題見ていただいて、丸バツどちらかを判断していただいたという前提で話をしていきますので、まだこちら問題見てないという方はここで一旦動画を止めていただいて、問題を見た後にまた動画の方を再生してください。ではまだ問題見てない方は一旦ここで動画の方を止めてください。はい、よろしいでしょうか。ではもう皆さん問題の方を見ていただいたということでお話をしていきたいと思います。では問1から見ていきましょう。問1はこちらは定期発注方式、定量発注方式、発注方式に関連する内容になっておりますね。はい、こちら問1は丸バツいかがでしょうか。こちら問題文にあらかじめ設定した発注点に基づいて発注するとと書いておりますけども、こちら定量発注方式の話内容なのか定期発注方式なのか、こちらには明確には書いてないですけども、今読んだところ発注点に基づいて発注すると、ここの文章を読んだだけでこの内容というのは定量発注方式なのか定期発注方式なのかどちらかというのはすぐに分かるようになるまで、こちら発注方式についてはしっかりと学習していただきたいと思います。この問1の内容というのはどちらかというと、これは定量発注方式ですね。発注点になった時にあらかじめ決められた発注量を発注するですので定量発注方式です。そうすると発注間隔は必ず一定になるというのはおかしいですね。定量発注方式の特徴としては発注量は同じ、発注間隔は不定期ですね、不規則になりますので問1は×ということになります。では問2はいかがでしょうか。これはブルウィップ効果に関する内容でした。ブルウィップ効果はよろしいですかね。 SCM に関連する内容ですね。はい、問2は正しい内容ですね。 SCM、 サプライチェーンマネジメントのキーワードとして情報共有というのがありました。ブルウィップ効果というのも情報共有をすることによってこの効果というのは抑制することができるということで正しい内容になっております。はい、では続いて問3はいかがでしょうか。クロスドッキングに関する内容ですけども、こちらも正しい内容になっておりますね。クロスドッキングとして正しい内容です。そして文章の問題の真ん中あたりに事前出荷通知という言葉なども出てきますけども、このあたりのキーワードも押さえておいてください。はい、では問4ですけども、これはモーダルシフトに関する内容で、これも正しい内容ですね。モーダルシフト曖昧な方はテキストの方に戻って確認をしておいてください。続いて問5、ユニットロードですね。ユニットロードというのはどういう内容かというと、こちら問5に書いている内容の通りですね。問5も正しい内容になっております。
ユニットロードの代表的なものとして、こちら問い5にも書いてますけども、パレットとかコンテナというのがありました。こちら学習しましたね。はい、問い5も丸になります。続いて問いの6ですけども、DC では在庫を持たずと書いてますけども、DC というのは何だったかというと、在庫型の物流センターでしたね。はい、ですので問い6というのはこれは×になります。はい、在庫を持たず複数店舗へ納入する商品を一括して納入業者が受け入れて店舗別に仕分けして配送するのはこれは DC ではなくて TC ですね。 TC になりました。あと DC と TC、 そしてもう一つ物流センターと言えるかどうか微妙だということを申し上げましたけれども、DC、TC と、あとプロセスセンター、PC というのもありましたね。この3つしっかりと覚えるようにしておいてください。はい、では問いの7ですね。問いの7。これはさっと読むと正しいかと思うかと思いませんが、知れませんが、これは×ですね。センターフィーという言葉が出てきますけれども、これは文章の後半、小売業が卸売業に支払う費用と書いてますけども、これは逆ですね。卸売業者が小売業に払うのがセンターフィーです。こちらが間違いになってます。問い7は×ですね。はい、そして問いの8は物流 ABC ですけども、これは正しい内容ですね。これはもう書いている通り、物流 ABC として当然正しい内容になっておりますので、こちら全部で8問ありますけど、間違っているのは問いの1、そして問いの6、問いの7、これが×になっておりまして、他の内容は正しい内容となっておりました。はい、よろしいでしょうか。間違った箇所というのは、こちらテキストの参照ページ書いておりますので、こちらを参考にまたテキストの方を確認をしておいてください。はい、では続いて第4部の過去問からまた問題をピックアップして2問ピックアップしましたので、こちらの方をまた一緒に見ていきたいと思います。ピックアップした問題は第3章の第1節1節の平成24年第36問、そして第3節のところにある平成23年第33問、この2問を一緒に見ていきたいと思います。はい、見ていく前にこちらも一度皆さんで問題の方を見て、どれが適切か不適切かっていうのを問題を解いて答えを出していただいてから動画の方を見ていただきたいと思いますので、まずこちらで一旦動画を止めていただいて、この2つの問題ですね、だいたい2問ですので5分程度でできると思いますので、動画を止めてこちらの方問題を解いてみてください。はい、それでは動画の方を止めてください。よろしくお願いします。はい、よろしいでしょうか。では問題の方を見ていただいたと思いますので、一緒にこの2問見ていきたいと思います。テキスト第4部のところの問題のところと、そして解説のところ、こちらこの2つの問題ですね。問題のところと解説のところを同時に開けるように準備していただいてから、こちらの動画の方を見ていただきたいと思います。まずは最初、第1節平成24年第36問ですね。平成24年第36問のところの問題と解説のところを開けるようにしてください。よろしいでしょうか。平成24年第36問です。はい、では見ていきましょう。流通における発注方式のうち、発注方式に関する問題ですね。定期発注方式と定量発注方式に関する記述として、最も不適切なものはどれか、不適切なものを選ぶ問題になっております。では選択肢のAです。定期発注方式では、発注サイクルを短縮すると、在庫が減少すると書いてますけども、まずは発注サイクルという言葉よろしいでしょうか。発注サイクルというのは、発注した日時点から次の発注する時点、この間隔を発注サイクルと言いました。この発注の間隔を短縮すると在庫が減少するかどうかというと、これは小売業などで関わったお仕事で関わったことがない方でも
自分が発注する立場になって考えると分かるんではないかと思います。発注サイクル、例えば週に1回だけ毎週月曜日に発注するという場合と、週のうちに3回月曜、水曜、金曜に発注するということ状況があった場合、どちらが多めに発注するかというと、例えば週に1回毎週金曜しか発注できないとすると、毎週月曜日に発注しなければいけないとすると、月曜日に発注すると次のタイミングというのは翌週までないわけですね。ですので少し何か問題が予想以上のことが起こった場合のところに備えて、少し思っているよりも多めに発注しておこうというふうに普通は思ってしまうと思います。逆に週に3回月曜、水曜、金曜日発注することができるとすると、月曜日発注していて、まあもしかしたら突発的なことが起こるかもしれないですけども、次月曜日発注したらその朝、次よ2日後ですね、水曜日にも発注するチャンスがある、そして金曜日にも発注するチャンスがあるというと、予想以上に思っている以上に多めに在庫を持つ、つまり多めに発注をする必要というのは週1回に比べると少なくなるというのは、発注する人の立場になって考えると皆さんも想像できるのではないかと思います。ですので発注サイクルを短縮すると在庫は減少するというのは正しい内容ですね、適切な内容というふうに言えます。よろしいでしょうか。では選択肢の E、 定期発注方式、また定期発注方式です。需要予測の精度が低くても品切れを起こしにくいと書いてますけども、定期発注方式というのは決められた期間のところで発注する人がある程度裁量を持ってどれだけの発注量を決めるかということですね。発注量は不定期になります。つまり発注量を決めるには需要予測が重要になってきますね。ですので需要予測の精度は高くないといけません。精度が低いと品切れを起こしたり、もしくは逆に過剰在庫になったりすることがありますので、選択肢の E はこれはもうこれは不適切だということで、ピンポイントでも分かるんではないかと思います。こちら不適切なものは選択肢の E になりますね。あと選択肢の U と E も見ておきましょう。U と E は定量発注方式に関する内容ですね。定量発注方式では発注点を高くすると品切れが起こりにくいということです。例えば在庫が10個を切ったら10個発注するという設定だった時に比べて、在庫が10個ではなくて20個切ったら10個発注するということで、発注点を高くするということですね。そうすると品切れは起こりにくいというのはイメージできるのではないかと思います。ただし品切れは起こりにくいですけども、当然発注点を高くしすぎるとそれは逆に過剰在庫になってしまいますので、それはそれで問題があるというところは理解できると思います。はい、まあ、品切れが起こりにくいという意味では選択肢の U は正しい内容になってますね。そして最後選択肢の A です。定量発注方式は需要が安定する商品に向いている。こちらは例えばさっきの例のように10個切ったら10個発注する、つまり常に10個以上売れるという前提の発注方式になっておりますので、定量発注方式というのは安定して物が売れる、物が動いている商品、これが適切だということですね。選択肢の A も正しい内容になりますので、不適切なものは E、 回答は選択肢の E ということになります。よろしいでしょうか。はい、では続いて2つ目ですね。第3節の方の平成23年第33問、こちらの方を見ていきたいと思いますので、こちらも問題と解説のところを開けるように準備をしてください。平成23年第33問になります。よろしいでしょうか。
平成23年第33問、これは物流センター管理のところですね、第3節のところの一番最初に載っております。はい、よろしいでしょうか。では見ていきましょう。我が国で運用されている一括物流センターに関する記述として、こちらも不適切なものを選べという問題になっておりました。選択肢はあいうえおの5つあります。ではあから見ていきましょう。一括物流センターでは、出荷時に小売店舗側に事前出荷明細ですね、送信することにより店舗側での検品の負担を減らすことが可能になりますね。これは選択肢のあは正しいということは、事前出荷明細というのはキーワードもし知らなくても、これはなんとなく感覚的に正しいと分かるんではないでしょうか。事前にこういうものを送りますよ、納品しますよというのを送っていれば、あ、こういうものがあるんだなという、その明細と照らし合わせて検品の負担を減らすことができますね。はい。そして選択肢の E、 一括物流センターでは特定小売チェーン専用の物流センターの運営を 3PL 事業者が受託する場合が多い。 3PL はよろしいですね、サードパーティーロジスティクスの略になっております。はい。一括物流センター、小売業の一括物流センターでは小売業自身が運営していることは比較的少ないということを申し上げました。実際行っているのは卸売業者であったり、あとはここに書いている 3PL ですね。まあ少し 3PL の事業者が受託することが多いと書いていて、少し言い過ぎではないかなという気もしますけども、まあ、こちらは内容としては決して間違いではないですね。まあただ少し多いというのが、場合が多いというのは言い過ぎかもしれないということで、他の選択肢が明らかに適切であれば、選択肢の意が不適切というかなる可能性もありますので、まあおそらく正しいだろうけども、選択肢の意も、まあ、不適切な候補としては、まあ、少し残しておいてもいいかなというような状況ですね。あと意を見た状態では。では選択肢のう見ていきましょう。一括物流センターの機能には、在庫型センター DC 機能と通貨型センター TC 機能がある。これはもう絶対に適切だというふうに、この選択肢を読んだ時点で思っていただきたい選択肢ですね。 DC と TC はよろしいですね。先ほどの丸バッチェックのところでも見ました。あと3つ目として、物流センターに含めるかどうか微妙なのがプロセスセンター PC ですね。はい、機能として DC、TC 機能があるというのは正しい内容ですので、選択肢のうは明らかに適切ということになります。では選択肢の A いきましょう。カテゴリー納品を効率的に行うためには、ベンダーで店舗別にあらかじめ仕分けされたものを通貨型センターで荷合わせする必要があると書いてますけども、こちらいかがでしょうか。はい、TC よろしいですね。通貨型の物流センターですけども、これはこの通貨型のところで複数の納品先から荷合わせをしますね。複数の納品先から来た荷物を荷合わせして、その通貨型の物流センターのところで店舗別に仕分けをしていくようなのも、これは通貨型の物流センター TC です。ただし選択肢に書いているのは、ベンダーというのは納入業者のことですね。納入業者で、店舗別にあらかじめ仕分けされたものを納品する、荷合わせするというようなことに書いてますけれども、もちろん納品する時点で店舗別に分けられていると非常に楽ですね。あとは楽になります。荷合わせ、店舗別のものを荷合わせして、そのまま店舗別に発送することができます。ただし、荷合わせする必要があるかどうかというと、あれば楽ですけども、基本的には荷合わせした後、この TC のところで店舗別に分けていくというのが基本になりますので、これは荷合わせする必要があるというと少し言い過ぎになりますね。現在の候補としては、この選択肢の A が最も不適切な候補ということが言えます。はい、そして最後選択肢の O を見ていきましょう。在庫型センター、
DC では特定の卸売業者が運営を受託する場合、これは先ほど申し上げた通り、卸売業者が小売業の物流センターを管理運営する委託されることはあります。そして後半、他の卸売業者の在庫を共同保管し一括物流を実現する。これは物流センターを任されているわけですから、自分たちが扱っているものだけを管理するだけでは物流センターとしての意味がないですね。これは他の卸売業者の在庫についても管理を任されている以上、他の卸売業者の扱っている商品というのも管理する必要がありますので、選択肢の O はこれは適切ということになります。ですので選択肢の E、 選択肢の A がちょっと悩ましいところですけれども、選択肢の E と A を比較した場合に明らかに言い過ぎなのは選択肢の A ですね。基本は納品された後に荷合わせして、そして店舗別に仕分けをする必要がつくことになりますので、選択肢の A の方が言い過ぎですので、最も不適切という意味では選択肢の A が回答ということになります。はい、ここまでよろしいでしょうか。選択肢見ていただいて少しわからないところがあれば、こちらもですねテキストの方戻っていただいて復習の方をしといてください。はい、では第3章の内容はこれで以上となります。次は第4章のところに入っていきたいと思いますので、まずはこちらホワイトボードの方をご確認をください。よろしくお願いします。